everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん。ロサンゼルスのマサミライトです。本日もライトワールドより最高の自分、最高にもっと自分を好きになる、そんな皆さんへのサポートとしてアファーメーションをお送りしたいと思います。今日皆さんにお届けするアファーメーションは、世界的アファーメーションの一人者であるルイス・ヘイさんのパワフルなアファーメーションを、世界的にもアファーメーションの一人者であるボブ・ベイカーさんが選んだ、そのアファーメーションを皆さんへお届けしていきたいと思います。お二人とも世界的にアファーメーションの一人者として数多くの方々を支援してきた人たちです。今回はボブ・ベイカーさんが尊敬するルイスさんのアファーメーションの数々を選び、皆さんにお届けした内容をですね、翻訳をさせていただき、皆さんにお届けすることを承認承諾を得ましたので、ここにご案内したいと思います。Thank you, Bob Baker and Luz Hay. Thank you very much. それでは早速、皆さんへアトランティスエネルギーをまず最初に入れていきたいと思います。用意はいいですか？まずは深呼吸をして、意識を皆さんのチャクラの中心に整えていきましょう。それでは始めます。アファーメーションの後に少しスペースを置きますので、できる方はぜひリピートをしてみてください。では行きます。すべては私の最上級の状態のために動いています。私が考えるすべての思考が私の未来を作り出しています。私が人生にイエスと言えば、人生も私にイエスと言うのです。私はいつでも宇宙に導かれ、守られています。私の存在の中心には無限の愛があります。私は自分の人生に奇跡を迎え入れます。私は健康であり、完全です。私は完璧でない自分を許します。自分を愛し、受け入れていれば、他を愛することは簡単です。私の世界はすべてうまくいっています。ではもう一度リピートしますね。すべては私の最上級の状態のために動いています。
私が考えるすべての思考が私の未来を作り出しています。私が人生にイエスと言えば、人生も私にイエスと言うのです。私はいつでも宇宙に導かれ、守られています。私の存在の中心には無限の愛があります。私は自分の人生に奇跡を迎え入れます。私は健康であり完全です。私は完璧でない自分を許します。自分を愛し受け入れていれば他を愛することは簡単です。私の世界はすべてうまくいっています。ではボブ・ベイカーさんが選んだルイス・ヘイさんのベスト10トップアファーメーションを皆さんにお届けし、そこにもう少し加えていきたいと思います。ボブ・ベイカーさんがルイス・ヘイさんに人生の中で一番困難な状態の時、どんなアファーメーションを唱えていきましたか？っていう質問にこのように答えたそうです。それではルイスさんが選んだ人生の困難な時、どのようなアファーメーションを唱えたか皆さんへご案内していきます。すべてうまくいっている。すべては私が最大最高であるために動いている。この状況から良いことだけがやってくる。私は安全です。誰にでも人生の困難やあらゆる状況に出会うことはあると思います。ボブ・ベイカーさん曰く、ルイス・ヘイさんは今の状況を無理に好きになりなさいとは言っていなくて、まずシンプルにリラックスし今を受け入れると学びや希望の兆しが見えてくるというものです。それでは同じルイスさんが選んだ人生一番大変な時であっても乗り越えられる、そんなアファーメーションの4つの言葉をもう一度3回続けてリピートしていきます。一緒に唱えてくださっても構いません。または聞き流しでリラックスしながら聞いていくのも OK です。すべてうまくいっている。すべては私が最大最高であるために動いている。この状況から良いことだけがやってくる。私は安全です。すべてうまくいっている。すべては私が最大最高であるために動いている。この状況から良いことだけがやってくる。私は安全です。すべてうまくいっている。すべては私が最大最高であるために動いている。この状況から良いことだけがやってくる。私は安全です。よくできましたね皆さん。それではゆっくりと深呼吸をしてみてください。今日の言葉が少しでも
心の安らぎになれば幸いです。人生でどんなことが起こっていても、どれほどのプレッシャーを感じていても、リラックスし、すべてをうまくいっている、すべてはあなたの思い通りに進んでいる、望む通りに進んでいる、今はまだ見えないかもしれないけれど、近い将来振り返った時、この時に生まれた良いことがすべて見えてくるのです。あなたは安全で、すべてうまくいっていて、そしてあなたは完璧で完全なる存在です。素敵な言葉をボブ・ベイカーさんからいただきました。あなたの今日という日がさらなる素敵な未来を作っていく、そこにぜひ気づいていただけると嬉しいなと思います。ぜひ今日も深い部分の魂の自分自身とつながってくださいね。それでは Promise me, love your life。 あなたの人生をもっと好きになることを約束してくださいね。 Everyone, have a beautiful day。 ロサンゼルスのマサミライトでした。